バルバラ・モリオチョアは、ウルグアイ出身で、メキシコで活躍している女優、モデル。バーバラ・モリとも表記されている。モリは、ウルグアイ東方共和国の首都であるモンテビデオで、生まれる。父親が、日系ウルグアイ人で、母親が、バスク系メキシコ人のハーフ。彼女の祖父は日本からウルグアイに移住した、日本人移民である。姉に、同じく女優のケニア・モリと弟に、 シンガーの金太郎森がいる。父親と母親は彼女が3歳の時に離婚する。彼女は幼少期を主にウルグアイとメキシコを往復して過ごしていたが、最終的に12歳の頃にメキシコシティに落ち着くことになった。ある日、14歳でウェイトレスとして働いていた彼女をファッションデザイナーであるマルコス・トレドがモデルにスカウトする。十七歳の時に家を出て、 いとこと一緒に住むことを決めて自立した。19歳になった年に、12歳年上で俳優のセルジオ・メイヤーに出会う。二人は交際を始め、やがて彼女は若くして妊娠し、1998年2月に子供を出産する。しかし二人はその後も、最後まで正式に結婚することはなかった。いつしか彼女は演技に興味を持ち、女優への道へ進む。 メキシコのテレノベラで彼女は女優デビューを果たした。その後、コメディドラマシリーズ、トリック・トラックなどに出演する。彼女は1998年にテレビドラマシリーズ、ミラダデ・デム・ヘールでティビノ・バラス賞の最優秀新人女優部門を受賞する。2000年に彼女はインスピロス・ヨンで初の映画出演を果たす。その後はもっぱら多数のテレノベラ関係のテレビドラマ。 シリーズに出演する。特にその中でも、ルビーは世界的に大ヒットしたテレビドラマであり、これにより彼女は世界中で名が知られる。そのルビーで再びティビノ・バラス賞を受賞した。2005年には大ヒット映画、美しすぎる兄嫁で禁断の愛を演じる。2008年、彼女に天気が訪れる。インドボリウッド映画界からの熱烈なラブコールである。 彼女はそれまで英語が全くできなかったが、これを機に英語を習得する。2010年に世界中で公開された映画カイトでインドボリウッド映画界史上初の全米トップ10入りを果たす快挙を成し遂げた。彼女は若くして早期がと診断されたが、現在では克服している。ありがとうございます。